はい、伊賀です。あれおかしいな、うちの店こんなとこやったっけ。あのね、お客さん終わってね、なんかこうずっと行ってたの、ね、エクゾーストの音聞こえんだけど、これどこ、これ。はい、ということで、JSB 線鈴鹿2&4に向けてのテスト2日目 2days、 天気いいですね、伊賀のたまにはすごく雪降ってたりね、風が吹いてますけどね、今。はい、そんなわけで、130行ってみたいと思います。はい、今回はチケットね、電子チケットなんでこれで行けますので、よいしょ。はい、はい、バッチリです。はい、ありがとうございます。はい、ということで電子チケットでパス。じゃあ130行くぜ。到着しました。今赤旗中断ですね。昨日もなんか多かったみたいですね。はい、ちょっとどうなんでしょうか。さあ誰をどう取るか、もう来たもの全部取るか。はい、ということで今回もね、ずっと行きたいと思います。というわけでね、テスト、ちょっとね、130Rで店頭で多分赤旗で終了と、3時までの5分なんで、ね、終わりだと思うので、一応撤収をいたします。今回そうですね、50分の1が大半で取って、で途中からね8分の1とか遊んでました。で15分の1秒とかね、ちょっと遊んでみましたが、まあとんでもない写真が多いと思います。あれ走ってなかったんやけど、なんかあったの、ちょっとわかんないですけどね。はい、ちょっと向こうパドック行ってみようかな。まだいいのかな、わかんないですけど、はい、ちょっと行ってみたいと思います。はい、ということでね、ここで3ところパドックですね。はい、いやー、もうねみんな撤収に入っておりますので、いや皆さんお疲れ様でした。はい、あ、また鈴鹿レーシングね、亀選手もバッチリ取れたけど、ピンと合ってるかはどうか知らん。ちゃんと撮れましたらね、東方レーシング、あ、足が、あ、いたいた、吉村、そっか、あれ違うか、はい、あそこか、吉村さん、オートレースでさ、はい、あああれだよね、はい、あ、ルカッチ、あれだよね、はい、お、あれは岡本選手、多分もう心君とかはいない、はい、吉村さんお疲れ様でした。ちょっとどうなったのか分かんない。はい、はい、いや分かんない、 いないかも、児玉さん、はい、ということでこんなもんか、ね、はい、はい、ということでパピット裏でした。はい、
はい、パドックもね行ってきました。写真も撮ってきました。はい、まあ、結果はねもう多分そんなに大したことないと思う。今日もカジュアルにね50分の1とかいろいろね撮ったということですけども、残念ながらちょっとね、厚見選手心くんね撮れなかったんですけども、また来週のね本戦の方でバッチリ撮りたいなと思いますので、はい、皆さんもね、来週の、鈴鹿2&4ぜひね、見ていただいたりとか見に来ていただいたらまたチケットいけるんじゃないのね、130ドル切ったら私がいますからね、赤い格好で。はい、ということで以上です。ありがとうございました。帰ります。Thank you.